書いたのは、イギリス生まれの競争馬である。ドイツで調教を受け、世界各地の競馬場に、精力的に遠征し、国内外で、G1 競争に二勝した。1997年、1998年の、ジャパンカップ参戦馬でもある。馬種は、日系アメリカ人のゲイリー・タナカで、ドイツの調教師、アンドレアス・シュッツに預けられて、1996年に、 ゲルゼンキルヒエン競馬場でデビューした。2歳児は、初出走初勝利の他2戦、共に2着に入っている。3歳の春に、ウニオンレネンで優勝し、重賞初制覇を飾った。次に出走したドイチェスダービーではボルジアに放されての4着に、敗退したが、その1ヶ月後に出走したアラルポカルで優勝、G1 制覇を成し遂げた。3歳のクレ、 バーデン大賞の後に、イタリアサンシーロ競馬場へ、初の国外挑戦を行い、ジョッキークラブ大賞に出走して優勝した。以後、書いたのは、世界各地の競馬場へと遠征を繰り返していくことになる。この年の最後には、ジャパンカップにも出走し、6番人気に支持され4着と、活躍した。 翌年以降も、精力的に、国外遠征に繰り出している。1998年は勝ちこそ挙げられなかったが、その年の後半から、フランスの外戦門賞アメリカ合衆国のブリーダーズカップターフ、香港の香港バーズへと遠征している。ジャパンカップにも再び出走しているが、11着と、大きな結果は出なかった。日本への遠征は、これが最後で、 あとに2001年の宝塚記念に予備登録が行われていたが実際に出走することはなかった。1999年にはドバイで前年創設されたドバイターフクラシックに出走して3着に入線続くバーデンエアパック大賞ではタイガーヒルを破りさらにはハンザ賞にも勝利した。ちなみにドバイターフクラシックには翌年 翌々年にも出ており、2000年には、ファンタスティックライトを相手に2着に入った。2000年には、カナダのウッドバイン競馬場や、トルコのベリーエフェンディ競馬場にも出走した。特に、トルコでは、ジーニー・ボスフォラスカップで、久々の勝利を手にしている。2001年には、オーストラリアのコックスプレート、メルボルンカップにも挑戦した。 競争馬として最後の年になった2002年も国内で4戦した後にデンマークのコペンハーゲン競馬場、ポーランドのスルゼウィック競馬場などに遠征した。スルゼウィック競馬場ワルシャワスカ賞での勝利が最後のものでその1ヶ月後に出走したジョッキークラブ大賞で4着に入ったのを最後に引退した。2003年に種ボバイリーしたが 使用した薬物などが影響して、国内では、つなぎようできず、ロシアのボルゴグラードスタットに移された。グレード表記は思考当時のもので、国名表記のないものは、ドイツの重症。ありがとうございます。